皆さんこんにちは、ニュースチャンネル長谷川幸寛です。今日は健康シリーズということで、それじゃあ森山さん、今日のゲストを早速紹介してください。はい、今回の特別ゲストは合同会社アンナ企画代表でビジュアルプロデューサーの渡辺アンナさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、ゲストコメンテーターで大阪大学大学院岐阜講座教授の森下隆一さんです。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。このシリーズは日本高カレー協会のご協力を得て制作しております。さて、というわけですけども、渡辺さんよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。この紹介文をちょっと読ませていただいたら、はい、ビジュアルプロデューサーってこう書いてあるんだけど、はい、こういう肩書き私初めて聞いたんですけど、どういうお仕事なんですか？そうですね、まあ皆さんが連想しやすいもので言うと、ファッションスタイリストであったりとか、はいはい、私もヘアメイクもやるので、はい、そのビジュアルトータルでブランディングしたりプロデュースしたりっていうようなお仕事をしております。もともと美容師さんと。はい、もともとは美容師でやっておりました。はいはい、どのくらいやられたんですか？9年ぐらいですかね、トータル9年。オーストラリアと日本で活動しておりました。はい。はい、で、それで今はそのヘアメイクだけでなく、はい、トータル、じゃあもうこういうウェア、洋服とか。ファッションも。ファッションも、はい。お洋服もご提案させていただいております。はい、失礼ですけど、お客様はどういう関係の方が多いんですか？はい、お客様はですね、まず経営者層の方ですね、女性の起業家さんと、はい、まあ、男性経営者さん、はい、して、あとは今私はもともと音楽の方をバックグラウンドちょっとやっていたので、はい、その関係で今は音楽のクラシックだったりジャズだったりとかのアーティストさんのビジュアルも担当させていただいております。はい、なるほど。はい、まずその経営者のところから行きたいんですけど、はい、経営者って、まあ、隣におられる森下先生も経営者、はい、経営者ですよね。本業大学大阪大学教授で、副業経営者なんですけど、あれですか、経営者もこのビジュアル、はい、関係あるんですか？関係ありますね。今ね、株価はちょっと見てくださいよ、この先生のこの格好。これちょっとどう思います？これちょっとやんちゃ系じゃないですか？いやそうですね、もうキャラクターが出来上がってる方は、まあ、その路線で行ってもいいかなガーシーみたいに言ってね。ほとんどこれガーシーのみたいよね。第二のガーシーを目指してるんじゃないかっていう。何この格好よりによって。いやこれ大事なんですよ。ちゃんとこういうの着てないと税務署に経費と認められないから。お洋服として。なるほど、はいはい、そういうこともありますね。はい、でその経営者さんにはどういうことを提案、はい、まあ、経営者だっていろいろあるだろう。そうですね、お洋服なので、そのご自身の見せたいイメージであったりとか、うん、まあ、お取引先に、まあ、誰にモテるかっていう話なんですけどね。例えばもうモテたいっていう人がいらっしゃいます。で、女性にモテたいのか、うん、その取引先にモテたいのかっていうのをいろいろヒアリングしてですね、うん、でお洋服をじゃどういうイメージでやっていきましょう、うん、で髪型も、お洋服もトータルでこういった形で決めましょう、うん、でそれでやっぱりご自身が好きなもので、うん、かつ人からも好感を得られるものっていう形でいろいろすごくいろんなことをお聞きした上でご提案するという、うん、ちょっと森さんなんか言ったそうです。そうだから長谷川さんはね、はい、もっと仕事を増やしたい、はい、講演料を上げたい、はい、という場合はどうしたらいいの？ごめんなさい、ただで今日はアドバイスしてもらう申し訳ないけど、どうやるとさらに増えるか、その講演をする相手がどういう人なのか、経営者で、その経営者 も100% 経営者、そのどういった層なのかっていうのももっと細かく中小企業経営者、中小企業経営者、はい、で地方の方が多い。まあ、どっちかというと地方、いや東京もいますし、もちろんいらっしゃいますけど、うん、はい、まあ経営者でしょ、はい、ほとんどね。あるいは、まあ、経営のアッパー層、役員以上、はいはい、やっぱりオーダースーツとかって使われてますか？使ってます。その色味であったりとか、はい、合わせ方でもうほとんど混んだですよね。そのイメージをそのさらに聞かせていただかないとちょっとざっくりにはなってしまうんですけども、やっぱりそのテーマカラーっていうのに合わせていったりとか、はい、やっぱりこの人って言ったら、はい、長谷川さんって言ったらこういうイメージみたいなのも、そうそう、このイメージです、このイメージ。いや、まあ、今日朝もこれ実は虎ノ門ニュースでこの格好で出てんだけどさ。そう、はい、まあ、間違ったらね言ってほしいんだけど、僕的には長谷川さんはもっと赤とかさ、うん、濃いめのネクタイした方がパワーなイメージが出ていいんじゃないかという気が今聞いてて思うんですね。なるほど、ちょっと癖を出した方がいいかもしれないですね。癖を、はい、頭をこう金髪にするとか、ちょっと違う
そう癖がないからね私人間がねちょっと癖があった方がいい。ああそうなの。印象にさらに残りやすい。はいはいはい、他と差別化できる、うん、ああなるだけ普通の人に溶け込もうとしてるから。あダメです心理的にはね大体そう思ってるね私どっちかっつうと。なるほど。 あんまりこう目指したくない浮き上がりたくないあ、うん、でもやっぱその埋もれてしまう今ってこうやっぱり個が強い時代でね、うん、もう知名度ある方はもちろんそうなんですけど、はい、やっぱりそこであなんかちょっと違うなっていう引きになるんですね見た目って。まず、はいはいはい、何かされてる方かなとか、はい、っていうのがやっぱり一つ引きになるのでそこから会話がぐっと始まったりとか距離が縮まったりとか。なるほど。確かにあのチャラい格好してるわねこの人誰何されてる方かなっていう。いやだからね僕が白衣を着てたらそのもんじゃん。あね、はいはい、でもそれはキャラだからさ同じキャラだから。あ確かに白衣だったらねもともとお医者さんだし大学先生だし、はい、だ白衣の裏がちょっとみたいな柄シャツだったりとかして面白いですけど、ね、あまあね、うん、まあでもね、うん、ちょっと患者さんに怒られても困るしあそれじゃないですね。それで意図的にそういうチャラい格好してるわけ。そうだからプライベートはチャラいんじゃなくてプライベートはラフなイメージ。あこれプライベートだと思ってるわけ。違うのこれこれ仕事なんだけど。でも仕事にしたら緩いよこれあで何森下さん大体じゃあ白衣以外はそういう格好してる。だから仕事の時は白衣で着るから地味めのネクタイで、うん、まあ色も光って抑え目、うん、だけどテレビの時とかはまあ紺系のスーツで、うん、僕はどっちかというとオレンジとか赤とか黄色とかあのビビッドな色で。ああうん、特に勝負系はオレンジ。あ勝負系オレンジ、うん、何の勝負か分からんけど本当にそうだよねでプライベートはもう緩めに、ああ、うん、ということなんですけどどうですか。その緩めのどういった印象を持たれたいとかっていうのあるんですか。ね、フレンドリーね。あフレンドリーなんですね、うん、あフレンドリーね。なるほど。硬いかな仕事がね、うんうん、硬くないようなこう。あなるほど。私の場合はねどっちかってほらヤクザの仕事でしょ、まあ、ジャーナリストなんですよ本業ね、はい、ジャーナリストなんて言うけどヤクザの仕事なんですよ。こう元々は新聞記者ですからこう人の不幸をね活字にしたり、はい、この愛憎劇をしたり、はい、あいつが嫌いだ好きだ嫌いだ昆虫ショーとかねもう政治の世界なんてこればっかりですから要するにそういうことを書いているわけだから、うん、まあ普通に考えればあんまりこう真面目な仕事じゃなくてヤクザの仕事ですよ。だからこそ、うん、こうねちゃんとしないと。やっぱちゃんとしたいっていう。ちゃんとしてないと信用得られないんじゃないのっていう。私があんな格好してさ出てたらさなんだあれと。いやまあそれはね長谷川さんが今の年で出たらちょっと頭おかしくなったおじいちゃんみたいな。でも結構年齢が上がっていったりとかその地位を確立された方っていうのは結構固定概念があるので変えるの難しいんですよ。自分はもうこれで大丈夫だからみたいな形で言うのそれをまず30分ぐらい啓蒙してから。なるほど。で、うん、森山さんみたいな MC やってる人どうですか、はい、森山さんどう。森山さん美しいですお気を遣わせて。でもねそのやっぱり色味とか顔写りとかすごい大事ですよね、はい、意識されてらっしゃる。本当は白とか着た方がいいんですよ、ね、この頃さなんかやったらめったら黒多いと思わない多いでしょ黒人が黒着る方がですか、うん、多いです多いです。なんであれ黒白グレー紺落ち着くって皆さんおっしゃいます、うん、あの不安なんですって。不安何ご本人か。その似合ってるかどうかわからないとか、はいはい、これで合ってるかわからないからとりあえず黒白紺ネイビー着て、はい、あ黒白紺グレー黒着ておこうって思うけどそれもちょっと嫌だなみたいな感じでモジモジってされてる方すごい多いです、うん、あまさにでも安心なんですよね、ま、そうですえ嘘なことはないでしょ。いやもうほらなんか白だと汚れるしとか、うんうんうん、すぐ黄ばむしとかそんなの漂白剤かけて洗えばいいいやもうなんかダメなんですよあ、まあ、漂白剤かけてる時点でもうダメな気がするなあそうそうなんです。あなにじゃあやっぱりそういうことで、はい経営者の皆さんもやっぱりビジュアルやっぱりちょっと考えてる人多いわけ。そうですね。その考えてない方をまず振り向かせるところが始まるんですけど。でも考えてなかったらあなたのところも来ないじゃない。そうなんです。だからどうするのそこ仕事。そこは
発信、情報発信しつつ、うん、まあ、お会いしたりとかした時は、うん、やっぱり何の仕事されてるのってなった時は、あの、こういうことをやっててって言って、やっぱ興味を持っていただくことは多いので、うん、じゃあ自分だったらどうなのってさっきみたいな形で。あ、はいはい、うん、あ、それでまんまと引っかかる。ありがとうございますって。まあでも日本はそんなにビジュアルで株価変わんないけど、アメリカとかってやっぱりビジュアルで結構株価変わるから、うん、それこそあのアップルのね、うんうん、あのスティーブ・ジョブズとかさ、黒のタートルネックで、うん、あれも何十着持ってるでしょ、うん、でそれでこうしゃべる、そうそう、でそれで喋り方もあのインカムでもこうしゃべるから、うん、マイク持ったりしないからね、うん、でいかにあそこでうまくプレゼンするかで株価変わってくるから、うん、あのプレゼンの仕方は本当に数年前は斬新だったけど、今やもうトヨタ自動車ですら社長、トヨタ社長だってもうみんなインカムでやってる、ね、うん、でもそれはアメリカ人とか外人の機関投資家が多いから、そういうのしないと株価が維持できない、そういうことだよね、うん、机の前で座って我が社のことはなんて決算対象見せても誰もと買ってくれないっていう、そうそう、だからでマザーズ上場とかそれこそさ、あの IT 系の企業なんてやっぱりそのちゃんと社長がいかにプレゼンするかというんで、おっしゃるようにどういう服を着てるかとかもそこから含めて企業コーポレートのそのイメージを作ってるからね、うん、でもそれも今ある程度常識だと思うけどな。常識どうなの？そうですね、あの結構研究結果とかでも出てるんですけど、研究の結果、アメリカの研究の結果とかでも、はい、その信号機をが赤の時にあの、はい、スーツを着た人と、まあ、普通の服、ボロボロの服を着ている人と歩かせるんですって、うん、で歩いていって、うん、でその、まあ、普通の服を着ている人には誰もついていかないのに、スーツの人が歩いていった、うん、みんなついてっちゃうんですって、うん、やっぱそこでリーダーシップとか、あ、この人がやってんだったら大丈夫だろうって心理が働くっていうね。なるほど、それは確かにそうかもしれないな。そうなんですよ。あ、まあ、彼がまあ歩いてるなら、うん、まあ、大丈夫だろうっていう、うん、そういうことね、はい、そうですそうですっていうので、やっぱりリーダーシップとかにも関係してきたり、うん、あと、あ、この人も分かりやすく成功してるなって思う人だと、うん、もうなんかナチュラルにマウンティングされちゃうんですよね。うん、この人の方が上だなって思った時点で萎縮してしまう方とかもいらっしゃるので、経営者だって言っていてもやっぱそこの上下関係みたいなのとか結構すぐ作られてしまうのが見た目だったりするんです。見た目ね、うん、なるほど。先生どう、やっぱりそういうもんかな。いや、それは大きいと思うよ。だって、うん、僕らが見てもかっこいい経営者っているもん最近、うん、いるよね。まあ確かに、さあそう言われてみれば確かに見た目でこの人自信があるなとかさ、うん、信頼できそうだなとか、うん、そういう感じってやっぱあるね。ありますよね、うん、そういうことを研究されてきたんですか？ そうですね、その美容師から始まられて。そうですね、やっぱお話ししているとすごくその表裏一体というか、やっぱ内面と外見すごく関わってるなって私思っていて、うん、それも今日健康の話って言った時に健康なんだろうと思ったけど、やっぱりそのおしゃれをして外に出かけることってすごい健康につながるなと思っていたんですね、うんうんうん、うん、確かに、うん、見た目のアンチエイジングは大事なんですよ。いや本当に。でそれでこう自己肯定感上がるっていうのももちろんそうなんですよね、うんうん、あとはそのコロナ禍になった時に在宅勤務の方すごい増えたじゃないですか、うん、皆さんこう、うん、スウェットだったりとか、うん、ズームだからって言って上半身だけがっちりして、うんうん、下緩いパンツとか履いてる方すごい多かったんですよ、うん、そうなんか体型が服に寄っていってしまうというか、うん、確かにね、緩くなってどんどん緩くなっていって、うん、でいざお洋服着ようってなった時にはお腹が出ちゃった、うん、で今度はお腹隠すようになる、うん、で服が似合わなくなってくるって言って、どんどんこう人前から遠ざかってしまったりとか、うん、お外に出なくなってしまったりとか、うん、っていうの結構ある方多かったんですね、うんうん、そういうのをやっぱり見てきてくると、うん、やっぱりすごい大事だなって思って、うんうん、この気分をこう上げるとか下げるとかって、はい、これやっぱりビジュアルとすごい関係あるもん。ありますかね。ありますね、うん、それはあると。僕仕事でさ、契約とかね、うん、その共同研究でいいんだけど、うん、お金をもらう話をするときはやっぱスーツ着ていくもん。いや、そうですね。あ、しかもネクタイもやっぱそういうチャラい格好じゃやっぱね、こういう格好はお金をねもらう気にならないし、あげる気にならないと思う、正直。あ、うん、だけどそういう格好ばかりしてると、うん、まあ、なんていうの、幅がなくなるから人間としてのさ、それはそれでまたね、あ、うん、こうトータルで見ない時の人間性は低くなっちゃうから。なるほど。やっぱそこはその TPO というかね、場所をわきまえながら、うんうん、でもやっぱ勝負着っていうのはやっぱスーツだ。スーツってやっぱあの、うん、これ日本のサラリーマンだけかもしれないけど、うん、基本的には鎧兜だよね。いや、そうね、おっしゃる通りです。私もすごい思いますそれ、うんうん。さて、それでね、はい、どうやってその集客されてるんですか？集客、うん、はい、集客は基本的に SNS と、まあ、ブログだったり
SNS って具体的に何ですか？私の場合はインスタグラムがメインで使ってまして、あとフェイスブック。はい。それでお客さんって集まるもんですか？今のところちょっとお客さんどのくらい、ちょっと商売の秘密聞いて申し訳ないけど、お客さんどのくらいいらっしゃるとか。そうです、私講座もやっていたりとかも。講座、はい。それは何？グループで。グループで人を集めて。人を集めて。あなたが講師になって。そうです、はいはい、私が講師としてやってるんですけども、はい、それトータルで70名ぐらい。すごいね、70人。どこでやってらっしゃるんですか、講座って？私は基本オンラインなんです。なのでオンライン講座、日本中と、あとアメリカとかカナダとかにもお客様いらっしゃいます。日本人？日本人の方です。へー。あ、オンラインでね。なるほど。じゃあ都心で例えば教室みたいなの用意するとかそういう人はないんだ。それがそうです、真っ只中、コロナ真っ只中になって、オンラインでできるかなと思ってやってみたら、すごい、やっぱ地方の方もお悩み抱えてる方多くて、はい、で東京にまで出てこれないとかっていう方もいらっしゃったので、オンラインで始めたんですけど、はい、東京でも、まあ、はい、単発とかでは開催したりしますけど、はい、それあのウェビナーってやつ？ウェビナー普通のズームです、私は。ズームで、はい、あー、それでそこであの渡辺さんが、はい、まあなんか喋るわけね。はい、喋ります。喋って実践してとか、はい、講義みたいな日もあれば、はい、実践する日もあれば。なるほど。で、参加費をいただくと。はい。なるほど。新しいビジネスですね。そうですね。私もどこまでできるかなって最初思ってたんですけど、はい、すごくやっぱり喜んでいただいたので。私さ、あれ、体操、はい、こうマッサージとか柔軟体操とかあるじゃない、はい、ああいうのを、うん、そのウェブでやるっていうのは結構聞いたんだよね、うん、コロナで。最近多いですね、ほら、だってほら教室入ったらさ、うつる可能性あるじゃない、はい、汗かくし、うん、だからそれが嫌で、そのウェブでやったらすごくそれが受けたって、うん、やっぱりそうですか。そうですね、あとお客様を選ばないというか、選ばないというかね、うん、そのグループレッスンとかであれば、うん、その本当に出てくるのがね大変だっていう、女性の経営者とかやっぱりお子さんいらっしゃったりするので。あ、それはそうだ、ね、そうなんですよ。なので、うん、その場でできて、で東京にいらっしゃる時に私がお買い物一緒に行かせていただいたりとかっていう対面で、あ、一緒に行くの、はい、それはすごいな。なに、じゃあお洋服を買うのに一緒にお付き合いするわけ。はい、はい、あと化粧品とかも私選べるので。化粧品、はい、あ、いや、そう、リップの色とか口紅の色がわからないとか、はい、アイシャドウ何使ったらいいですかとか、はいはい、そういう話とかも。実際にメイクもされるの？メイク、はい、ご希望あればいたしますが、私基本的に自分でできなきゃ意味ないと思っているので、はい、ご自身でやってもらえるように指導します。あ、でも撮影とかがあれば入ります。あ、すいません、何でも屋さんみたいになっちゃって、すごいですね。どうですか、というようなビジネス。いやいいですよね、やっぱ才能がキラリと。もともとは、どっかのサラリーマンもやったんですか？もともとそうなんです、サラリーマンもやったことがあってですね、はい、美容師だった時に、はい、土日祝日休みの OL っていうのをすごく憧れたんです。はいはいはい、逆に、はい、なんで美容師だって土日祝日？美容師もう全然ですよ、土日祝日が書き、そうそう、忙しいサービス業なので。まず美容師やってた時は、まあ最初週1休みから始まって、はい、で次週6休みになって、まあ、海外ってちょっと緩くなって、はい、でやっぱり英語が使えるようになったので、はい、ちょっと OL、 外資系 OL やってみたいなと思って、はい、そしたら転職できたんですね、はい、転職もその、じゃあその、そういうビジュアル系全然違ったんですよ。全然違う、どう？人材系ですね、もう人材系、はい、はい、なんでその人材系の OL をちょっとやってる、はいはい、オーストラリア行かれて、なんでまたオーストラリアになったんですか？たまたまです。正直言うとたまたまです。たまたまというか、はい、ずっと海外に行きたいなという気持ちはあったんですけども、はい、その美容師やった時にワーキングホリデーっていう制度があって、はいはい、それで行ける、しかも2年行けるって国そうそうないんですね。あ、はいはい、それでまあたまたまオーストラリア行ったら、あっちでも仕事ができるようになって、まあ、美容室で働けるようになったので、はい、長いして結局3年弱いましたね。あと英語を勉強するのに1年弱と、はいはい、なるほど、いろいろあれですね、チャレンジングですね。はい、これからこういうことやってみたいと思うことあるんですか？これからですか？これからは私もその自分の活動の場を広げていきたいっていうのと、はい、そのやっぱり見た目の力っていうのもすごく、
あのなんていうんですかね、やっぱり健康、うん、健康そこそこ、はい、この番組健康チャンネルですから、そうなんです、うん、健康にどう関わるかなんだけど、はい、やっぱりもう、まあ、見た目でこの気分上げていくっていうのはよくわかりますよ、うん、やっぱり気分上がっていくと健康になるもんです、はい、ありますよね先生。いやもちろん、まあ、ハッピー気分が下がっていくより上がった方がね、うん、そのうちの業界用語でさ、ハッピーピープルリブロンガーっていうね、そのこうさより長生きです、はい、でこれあの実際そのさっきの話は緊急で証明されて、はい、やっぱりあのハッピーな人の方が長生きする、長生きする、まあそれは当然な気がするんだけどね。なるほど、うん、ということなんですけど、はい、そうするともう渡辺さんのお仕事とまさにハッピーピープルリブロンガー、うん、に直結しますね。そうですね、長生きしてとか健康で長生きして何がしたいかというと、皆さんなんか旅行に行きたいとか、はい、ね、あの、はい、お友達と楽しく過ごしたいとか、はい、いろいろあると思うんですけど、はい、やっぱそこでコミュニケーションも生まれてくるじゃないですか、はい、やっぱり自分の好きな自分でいることっていうのはすごい大事だなと思ってて、まあ、そこは大事、うん、はい、確かに。なのでそこで見た目の自己肯定感が上がっていると、うん、あの自分もハッピーになるし、やっぱ人にも会いやすくなるし、うん、そこでこう、うん、いい循環生まれてくると思うんですよね。なるほど。あと体型維持っていうのも、私もコロナになってから結構逆にきついパンツとか履くようにしたんですよ、うん、あ、じゃないと本当に緩んでいってしまったりとか、ね、暇そこひどんどんはっと気がつくと、そうはっと気がつくとなってしまうので、うん、そういったところでやっぱりちょっとおしゃれして、うん、あの気分を上げて外に出るっていうのをやって、うん、あの芸能人見てたらもうね、あの芸能人見てたら、あ芸能人売れてる時は皆さんすっごいシャキッとしてるんだけど、あの人は今とかになるとびっくりする時あるじゃない。ああもう別人のでもその人がしばらくしてまたテレビに出てると元へ戻ってくるというか、うん、オーラを取り戻すというかね、やっぱり人間って見られるってことはすごいなんか大事ね、これは大事ね、うん、そう実はスポーツなんかもそうなのね、うん、あの見られるっていう意味で言うとね、私実はスキーやるんだけど、うん、スキーってね実は見られるスポーツなんですよ。あ人が見てなんぼなの。確かに誰もいない山の中の誰もいないゲレンデ一人で滑ってもう何にも面白くないそれ何にも面白くない。あれはみんなリストにいる人がすげえなーと思ってくれて初めて自己肯定感が高まる。なるほどなるほど、そういうことなの。なるほどなるほど、確かにそうですね。あのゴルフなんかと全然違うね。ゴルフはまあ別に 見られてなんぼのゴルフスポーツじゃないから、うん、あれは上がってスコアでいくつでなんぼだけど、スキーは見られてなんぼ。まあ確かにそうだな。あの赤い人うまいなとかなりますもん、うん、そうそう、それでどうだと思ってるわけですよ滑ってる人は。北海道だよね。北海道なんですよ、うん、そうです。スキーやるんですか。スノーボードやってましたね。あと高校生の時スキーちょっとやりました、うん、はいはい、なるほど。あとね先生ピアノすごい上手なんです。え、そうなの？ピアノが上手なの。インスタ、ちょっと皆さんご興味のある方はインスタ見てください。ピアノのインスタ。アリシア・キーズだっけ？アリシア・キーズの曲。そうね。ピアノ弾いてるんだけど、途中で歌い始める。うん、ちょっと間違いない。恥ずかしくなっちゃう。全然美容と関係ないですけどね、上がってましたね。インスタって何で検索者に出てくるの？インスタですか？インスタは、うん、ID で、うん、アンナ BU アンナって BU, アンナ BU っていうのが屋号で撮ってたんですけど、はい、B.U、はい、アンダーアンナって調べていただくと出ます、はいはい。というわけで今日は、アンナ渡辺さん、はい、アンナは本名なんですか。アンナ本名なんです。カタカナで。カタカナが本名。はい、すごいな、というわけでアンナ渡辺さんでございました、はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。